もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。声かわいい。なんて？声かわいい。声かわいい？めっちゃ声かわいいねって。え、お兄ちゃんもかわいいじゃん。いやいやいや。女の子とお話ししたかったの？今まで男性としか話したことなくて、うんうん、なんか変な人しかいなくて。変な人？だから、変な人。例えば？あれー！しようって言って。男性と女性が一緒にやるみたいな。男性と女性が一緒にやる？わかんないかな。結婚式？違う。赤ちゃん作るためにするやつ。え、赤ちゃんってコウノトリが運んでくるんですよね。え？どういうこと？赤ちゃんってコウノトリさんが運んできてくれるんだよ。え、そうなの？そうだよ。そうなの。初めて知った。勉強になったね。変な人がいた。変な人しかいなくて。女の子ならちゃんと話せるかなって思って。あ、女の子同士だからね。そういうこと。男でーす。残念だったな。どういうこと話したいとかあったの？普通の話ができるからいいなって感じで。じゃあ今日何してたの？今日は学校行って部活して帰ってきたい。あ、じゃあ疲れてるね。1年半ぐらいずっとやってたから慣れてきた。何やってるの？バレーボールやってるよ。え、すごい。身長高いの？いやいや、身長平均ぐらいだと思う。あ、そうなんだ。かっこいいじゃん。ありがとう。家帰ってきた何してんの？ご飯食べて、お風呂入って、スマホとか見てゆっくりしてる。これとも結構やってるの？いや、これともあんまやってないかな。今は、同じ階に親とかいなかったから、時間あるからしてみようかなって思って。なるほどね。そういう方。じゃあ久しぶりなの？これとも開くの。結構久しぶりかも。え、今日一人目？今日は一人目。コウノトリさんとお話ししてないの？ないよ。どうしてうちにチャットくれたの？あゆくんめっちゃ可愛くて、絶対声とか可愛いだろうなって思って。いやいやいや、そんなことないよ。てか、あゆくんって本人ですか？一応ね。マジで、めっちゃ可愛い。ありがとう。そんな褒められても何も出ないよ。いやいや。変な人やだね、でも。え、会ったことない、そういう人と。どういう系？さっきのコウノトリとか。え、コウノトリも会ったことないの？コウノトリっていうか、赤ちゃん作る声をしようって子。でもできないじゃん、だって。通話してるじゃん。一人でってこと。一人でなんかそういういかがわしいことしてるんだ。そう、そういうこと。じゃあお話にならないね。え、そう、なんないの。配信中って書いてあったけど、こんな話しちゃって大丈夫かな？あ、全然大丈夫だよ。大丈夫。うん。よかった。なんかもう、全部記憶から消しちゃってるからな。バイトモでさ、なんかやばかったこととかないの？バイトモで知り合ってお付き合いした人がいる。そうなんだ。ネットの恋愛的な？そう、ネット恋愛。それがやばかったこと？ここまではセーフなんだけど、年齢差がちょっとあって、うん、9個離れてて、年上で。で、うち未成年だから、成人の人と付き合ってるの。だから、ちょっとやばいかなって。今、お姉さんの年って言えるの？今、16です。16で9個。25の子。やばいよね。ちょっと言いづらいかも。9個上の人と話しててさ、ジェネレーションギャップ的なのないの？なんて言った？ジェネレーションギャップ。どういう意味？はい、喜んで。ちょっとあるかもしんない。そう、例えば？うん、歌とかも。ああ、なるほどね。ちょっと違かったり。どう？ここまでさ、ちゃんとしたお話できてる？うん、めっちゃ普通に話してる。よかったよかった。ちゃんとね、男の子にも普通に話せる人いるから。うん。
どういうこと？男の子が話通じなかったんでしょう？そうだよ。男の子だから男の子でもちゃんと話通じたよって。待って、どういうこと？男の子？うち男の子だけど。可愛いのに？男の子。男の子。なの？両生類。両生類って言われるかも。そうなんだ。地声聞きたい。いいよ。ちょっと待って。待つ、全然待ちますよ。YouTube で配信してたりする？ YouTube で配信してるよ。待って、知ってるか多分だけど、はい。恋友を初めて知った時の YouTube で見た人な気がする。どんな人なんですか？名前出しちゃっていいのかな？あ、いいですよ。ジュラっていう方なんですけど。はい。違いますか？違いません。